では改めまして、本日は、令和3年度の後期展の展示に関する特別企画ということで、もっと教えてオノマトペと題しまして、オノマトペを中心にですね、言葉、国語の面白さというところをちょっと田中先生をお招きして、いろいろと教えていただきながら、みんなで楽しんでいきたいなというふうに思っております。皆様ちょっと1時間半ほどにはなると思うんですけれども、ゆっくりと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。先生どうぞよろしくお願いいたします。はい、早速ですが始めたいと思います。事前にですね、質問や感想をいただいていて、それに答える形で進めてくれというようなご依頼でしたので、そうしていきたいんですが、質問くださった方で今参加していただいている方のお質問を先に、みんなと考えるということからやっていこうと思います。それから事前にオノマトペについてもっと教えてということなので、ここに展示してないようなものも含めて広げる形でお話をする方がいいかと思って、若干事前の準備をしたりしたんですが、これね、私事前の準備をするとまあ広がるんですよ。だから多分1時間半ほどで終わるわけがないと思ったので、もう事前に準備したやつはもうできるだけ皆さんの質問や興味や感想に基づいたものだけをピックアップするようにして時間を配慮したいと思います。ということで早速ご質問なさった方のものに答えていこうと思うんですが、質問された方ではどなたですかね。事前にメールで質問していただいた方、はい、質問、はい、簡単にここにいらっしゃる方にどういうことが問題で質問なのかということを話していただけます。あ、はい、はい、2点でしたかと思います。はい、子どもとってはもともと面白いなと思っていたんですけど、展示見させていただく中で、ここに絵本もありますけど、山梨の宮沢賢治のオノマトペがとっても印象に残っていて、多分おそらく最初に読んだ多分小学校とか、その時の頃からずっとこびりついてるオノマトペに、クラムモンっていうものがカプカプ笑うっていうのがあって、カプカプ笑うってどんな言葉なんだろうと思いながら、一番印象に残ってて耳から離れないオノマトペだったんですけど、なんかこの展示を見る限りはどんな風に作ったんだろうって考えた時に、プカプカ浮かぶっていうそのオノマトペをひっくり返して作ったのかなとも思ったりしました。なんか宮沢賢治のその非寛容的オノマトペについて、そのなんか創作のこう経緯とかも含めてこう教えていただけると助かります。はい、1点目です。はい、まずその1点目についてですが、はい、山梨の特に、留学生は別にして山梨を授業でやりましたよね。でカプカプって出てきましたよね。で田中さんはそのプカプカをひっくり返して作ったんじゃないかということなんですが、宮沢賢治のオノマトペというのは必ずしも何かを工夫して作ったというよりも、全くその五感に訴えかける音象徴を上手に使って、で今まで使っているようなオノマトペではないんだけど、聞くとなんとなくそれがそういう感じなんだなというのが分かるというやつなんですね。例えばカプカプ笑うだったら、私たちだったらどんなふうに表現しますかね。くつ笑うですかね。これは水の中で笑っている、カニだったっけ。はい、カニだった、ね、カニが笑っている様子だから、カニが水の中で笑うとしたらどんな笑い声だろうということを想像したときに、カプカプというふうに表現していることからどんなイメージにつながりますか。なんかこう泡がこう出てる感じですよね。水の中に泡がプカプカと。ですよね、はい、それなんですよ。つまりカプカプのプというのが水の中で笑うとすると、しかもその大声で笑うんじゃなくて少しずつ笑うということになると、気泡がこうプカプカ浮くような感じで笑う、うん、でそういうイメージをカプカプ笑うって言われると、あ、なるほどなと思っちゃう感覚に訴えるものだったということなんですね。でこの実はこのオノマトペっていうのは少しね、
大学院生の方なので、少し難しい話に聞こえるかもしれません。人が話をするときに論理優先、理性優先か感情情念優先かという違いがあるのは分かりますよね。これ個性も違いますよね。で、この個性の違うんだけど、日本語の特徴は歴史的に見ていくと日本は情を優先するんです。で、それと比べられるのは歴史的には漢文訓読なので漢文なんですが、漢文は理を優先するんですね。外国の言葉っていうのはその 理性の方を優先して、日本語は情を優先するという大まかな特徴があるように言われています。で、そのコミュニケーション、会話の場合もだから情なので曖昧さを優先するっていうので、日本語って非論理的だっていう研究者もいるんですが、とにかくそのどちらを優先するかっていった時に、感情を優先するということは感覚です。で、感覚感情を優先するという日本語の特徴がオノマトペを広げたり、豊かにしていったりしたというふうに考えていいのかなと私は思っていて、で、かつこれまたさらに文体論の歴史ということになるんですが、日本語の和文の特徴というのは、あの王朝女流文学に代表されるようなものが日本語の特徴的なものだと言われるんですが、そこでは何が行われるかというと、情念の解説、つまり情の解説をしたがるんですね。で、さらに描写を十分にしようとするんですね。で、しかもそれが極めて解説的であるというようなことで、そして会話の聞き手を大事にする、この4つぐらいが和文の特徴であると言われているんです。で、それに対して漢文の方は事柄本位であって伝達を旨とするという特徴、したがって叙述における論理の一貫性を重視する。日本語が論理の一貫性を重視するしないかというと必ずしもそうではないんだけど、日本人とか特にこの別に性差別で言うつもりではないんですが、女性の会話の場合には特徴的に現れるのが、この話をしていてこのことが気になったらこっちの話をしてこれを膨らませて戻らないっていうような会話って、井戸端会議などではよくありますね。で、源氏物語のような、丸山倉宗氏のようなものもそういうもので、聞き手を大事にして情を優先するというような言い方で描写を豊かにして、派生してでも横道に行ってでもそういうことをやるというのがもともと日本語の文体の特徴だということは指摘されています。したがって漢文の事柄本位のものとは違うというところで、それにまさしくマッチするのがオノマトペですよね。オノマトペっていうのは、例えば見るという時にじっと見るのかぼーっと見るのかざっと見るのかという言い方をしますが、その見るを解説的にどういうふうな見方だよっていう解説を付け加えるようなもの、これが副詞の機能なんですよね。というように使われるというところでもあるし、しかもこれがかなり感覚的なもので、分かったような分からないようなでも共通にみんなそういう認識を持って、ピンポイントではないけれども漠然とそういう雰囲気を感じることができるという、そういうオノマトペの特徴がまさしく日本語のその歴史的な特徴とも重なっている。だから先ほどのカプカプというのも、決してプカプカをひっくり返したというよりも、水の中でカニが笑うということになると気泡も出るだろうな、泡も出るだろうな、そしてなおかつ面白そうに楽しそうにという時にカプカプという言葉がまさしくぴったりくるというふうに賢治は考えて使ったんだろうと、こういうふうに見ることができるかなと思います。これでさらにね、実はその日本語の特徴は、東西に言葉をこう分けて考えることがあるんだけど、関西の言葉と関東の言葉の違いというので言うと、関西は日本語のそういう中でなおそれ以上に情念、情を大事にするというふうに言われている。だからこの2つ目の質問なのかな、はい、関西人はオノマトペをよく使うというのは、そういうところもこう東西の違いとして出てくる。だから関西人というのはよく言えば情が熱いとか思いやりがある、つまり聞き手もいい、悪く言うと直情的。